たよ。ああ、仕事か。どんくらいで終わる？うん、分かった。じゃあ2時間ぐらいならなんか時間潰してるわ。うん、いいよいいよ。じゃあ終わったら電話して。うん、じゃあね。田部井さんですか？田部井信之さんですか？うん、私わかります。どなた？香川美代子です。私も驚いた。迷うことやめて、次の
くたびに優しい気持ちになるんだ。そして僕は気づいたよ、とても大切なこと。高橋正彦さん、はじめまして、タビーです。誰？お父さん。だってこの人が本当のお父さんなの。大学時代は応援団だったんだって。そこに惚れたのが私のお母さんで、結婚して私が生まれた。あなたが会ったのは義理の父。そうとも知らず失礼しました。ええ、今日偶然再会したもんだから。あのね、お父さん、彼と結婚するんだよ。おめでとう。ありがとう。横、よろしくお願いします。いや、頭を上げてください。式には呼べない、ごめんなさい。分かってる。ここまでお前を育ててくれたのは今のお父さんなんだ。だから大切にしなさい。本当は会いたかった。でもお母さんは居場所も教えてくれないし。仕方ないよ。写真送るね。今日は楽しかった。幸せになるんだよ。頑張れよ。いつまでも美代子の父さんだから。ありがとう。